吉川英治、三国士、暴食の巻、ホ宝数猿。一、木を垂れ、棺を乗せた船は、相合いたる朝敵を流しながら、夜行して波丘を出て、五へ下っていった。何 周遊が死んだと孫賢は彼の遺書を手にするまで信じなかった。いや、信じたくなかった。周遊の遺書には、湯死に望み、吸血頓守して、少主君名校の帰化にいたす。と書き始めて、ルルと今倒れる無念を述べ、 語の将来を憂い、その国策を知るし、そして終わりには、自分のない後は、漏宿を大都督として職をお任せあれば、彼は特実中量な人者ですから、外に謝たず、うちに人心を得ましょう、とも言い残してあった。 尊権の悲嘆は言うまでもない。安泰と彼の将来をもって、周囲のような王座の才をなくして、この後何を力と頼もう。と、同国した。けれどいつまで泣いているところではないと、長所をその他の獣神たちに励まされて、周囲の遺言を守り、 露宿を大都督に任命した。以後、語の軍事はすべて彼の手に委ねられた。もちろん、国葬をもって、意外は厚く葬られた。国中、喪に服して、愛号の色もまだ拭われないうちに、一戦、孔を下ってきて。 玄君、ゆこうの死を聞き、謹んで遠くよりお悔やみに来ました。と告げたものがある。そう関門へ告げに来た者は、すなわち、長運支流であったが、聖子は諸葛孔明その人であり、玄徳の名代として、従者五百余を連れて上陸した。 もう弔う。と称してきた者を拒むわけにも行かなかった。露宿が迎えて対面した。しかし、個人周囲の部下や後の諸将も口々に。切ってしまえこれへ来たこそ幸いなれ彼の首を冷然に備え個人の縁困を今ぞ晴らさんと、 ひしめきあった。けれど、孔明のそばには、絶えず長雲が油断なく目を配っているので、容易に手がらせなかった。しかも孔明は、ちりほどな不安も、姿に止めていなかった。さっき、道満中を、ほほ、水のごとく進んで、 周囲の祭壇に至るや、その前にぬかづいて、やや久しく目配していたが、やがて携えてきた酒、その他の草草を備え、霊前に向かって、うやうやしく自筆の弔問を読んだ。これ、大寛の懸案十五年、南陽諸葛亮。 つつんで歳を大とく黄金周囲不寸の霊前に致して言う。ああ、黄金不幸にして要望す。天人もに痛まざるはあらず。孔明の声は一五一九五章の配布に染みた。弔問は長い軸と節跡たる名分によって綴られ、 聞く者、泣くまいとしても泣かずにいられなかった。寮や夫妻、刑を問い、はかりごとを求む。皆、君が新さんにいず、呉を助け、そを打ち、竜を休んじ。守備企画、ために待ったし。ああ。 好金今や長くわかる。何を思うばかり何をか望まん。命名滅滅、霊あらば我が心を見られよ。これより天下再び地位なからん。ああ、痛ましいかな。読み終わると孔明は再び地に伏して大いに泣き。 哀悼の心情、見るも痛ましいばかりだったので、並びいる語の彰子もことごとくもらい泣きして、心をひそかに皆こう思った。周囲と孔明とは互いに仲が悪く、周囲は常に孔明を亡き者にしようとし、孔明もまた周囲に害意を含んでいると聞いていたが、 この様子では、まるで骨肉のものと分かれたような嘆き方だ。察するところ、周囲の死は、全く孔明のためではなく、むしろ、周囲自身の享領が、自ら求めて死を取ったものだろう。どうもそれでは致し方もない。はじめの殺意は、 かえって、後の尊敬となって、露宿以下、皆、引き止めたが、孔明は長いは無用と、惜しまれるたもとを振り切って、その日のうちにすぐ船へ帰って行った。ところが、ここにただ一人、縄文の影から見え隠れに、孔明の跡をつけて行った、敗窃刊の、 みすぼらしい浪人ものがあった。二。ろしくは、甲の騎士まで孔明を送ってきた。別れて孔明が船へ乗ろうとした時である。痴漢の浪人は、待ていきなり駆け寄りざま、肘を伸ばして孔明の肩をひっつかんだ。 そして、大声に。すでに周と督を気をもて殺しながら、口をぬぐいて自らその門を弔うと称し、語え来るなどは、語人を飯しにした不敵な知れ者。語にも目あきはいるぞと、片手に剣を抜いて、あわや孔明を刺そうとした。分かれて十歩ほど、 そこを去りかけたろしくも、この声に仰天して、何をするか、群れ者をと、駆け戻るなり、老人の腕を掴んで振り飛ばした。すると老人は、自身ひょいと飛びのいて、ははっはっは、<laughs> 冗談です。と、もう剣を鞘に収めていた。見れば、 背の低い、そして鼻の平たい、要望といい、風采といい、まことに人品の癒しげな男だった。孔明は二言と笑って、いやあ、誰かと思うたら、宝刀ではないか。と、親しげによって、その肩を打ち叩たたいた。 なんだ、聞くんか。と、ろしくも気抜けしたり、ほっと胸をなでたりした。悪いおはむれをなされ。部下の決起者でも牢跡に及んだかと思って、ぎょっとしましたよ。一生して、彼はそのまま城内へ帰っていった。方等。 あざ名は資源。上洋名士の一人ね、孔明がまだ上洋郊外の流中に居住していた頃から、早くも知識人たちの間には、宝刀は法王のひな、孔明は伏せる竜に似る、とその将来を触目されていたのだった。慶州滅亡の後、 その宝刀は後の国に漂白しているとはかねて孔明も人のうわさに聞いていたがここで相見たのはまことに意外であった。で孔明は船が友綱を解くまでの瞬間に一生をしたためて彼にこう告げて手渡した。 おそらく、恩味の大祭は、後の国では用いられまい。君も、一生そう浪人しているつもりでもあるまいから、もし志を得んと思うなら、この書を携えて、いつでも京州へやってきたまえ。我が主玄徳は、肝心大度。必ず、君が補佐して、君の志も、 ともに達することができよう。孔明の船はこうをさって、遠く見えなくなった。船影が見えなくなるまで、宝刀は岸にたたずんでいたが、やがて標古としてどこかへ立ち去った。その後、後では、 周囲の棺をさらに武庫、暗記賞武庫へ送った。武庫は周囲の故郷であり、そこの地には個人の着子や娘などもいるし、多くの教頭も皆嘆き悲しんでいるので、名残を熱うさせたのだった。けれど、 いくら死後の祭りを盛大にしてやっても、なお連々と個人の才を惜しんでは、日夜通胆していたのは尊賢自身であった。すでに乗り出してしまった太陽に向かって、まだ赤壁の一線に大象を勝ち得たきりであるところへ、頼むここを失ったのであるから、 その精神的な痛手の容易に言えないのも無理はなかった。それに代わる中世として、老宿を大都督に任じたものの、老宿の恩公特実では、この時代をよく乗り切って語の国意を全うし得るかどうか、すこぶる疑わしい。それは誰よりも老宿自身が、 よく知っていた。私は元来取るに足らない凡庸です。衆所徳のご遺言といい、訓名も出しがたく。一応お受けいたしたものの、決して天下人なきわけではありません。ぜひ、孔明にも勝るところの人物を挙げて、その職に当たらせていただきと存じます。 彼の正直な言葉を尊権もそのまま入れて、しかし一体、そのような人物がいるだろうかと反問した。もしおるなら、推薦せよ、と言わぬばかりに。三。おります、ただ一人。と、ろしくは、主君の喧嘩に、 こう推薦した。よよ、上用の名簿家で、宝刀、あざ名は資源。道号を宝数先生とも言うものですが。おう、宝数先生か。かねて名だけは聞いておる。周囲と人物を比べたら。個人の票は言えません。しかし、孔明も、 彼の地には深く伏しています。また常用人士の間でも、二人を目して、軽足りがたく、低足りがたしと言っています。そんな異彩か神天文に通じ、死も地理を悟り、暴略は冠中、楽器に劣らず、数器の際は、孫子、五子にも並ぶものと言っても過言ではないでしょう。 孫権は渇望の念を急にした。すぐ飯連れよとある。ロ露宿が数日の間、宝刀を市中に探している間も、まだか、まだか、幾度も催促したほどだった。けれど、やがてロ露宿が尋ね当てて、五の宮中へ連れてきたのを一見すると、 孫権はひどくがっかりした顔をした。何分にも風鎖が上がらない。表は黒暴走の後でぼつぼつだらけだし、鼻はひしげているし、髭は髭というよりも短い武ひ髭でいっぱいだ。こんなまずい男様も少ない。と孫権は、 誤解を感じながら、それでも二三の問いを試みた。そっか、何の芸があるか。宝刀は答えた。べしを食い、やがて死ぬでしょう。歳は、と聞くと、ただ木に望んで変に応じるのみ。 とぶっきらぼうである尊賢はいよいよ下げすみながらそっかと周遊と比べたらまず玉と瓦でしょうなどっちがうんご判断に任せます明らかにこの黒あばたが 自ら弾を持って忍じている顔つきなので、孫賢は、ぷっと怒りを含んで奥へ隠れてしまった。そして、露宿を呼び、あんなものはすぐ追い返せ、と言った。露宿は、彼の感情に曇った鑑識を極力訂正に努めた。一見、狂人にに、 風鎖も上がらない男ですが、その大災たる証拠には、かの石壁の戦前に周囲に教えて、連環の刑を進め、一夜にあの大抗を挙げえた影には、実に、宝刀の血だけがあったのです。個人の遺訓を傷つけるわけではありませんが、いやいや、要は虫が好かんのだ。行為に、からいませるか。 天下人なきにあらずと、措置も言ったではないか。何を好んで。<laughs> 是非もございません。夜に入っていた。ろしくは気の毒に耐えないので、自ら縄文の外まで彼を送ってきた。そして、人なきところまで来ると、声を潜めて慰めた。 今日の不守備。全くいらざる推挙をした私の罪です。先生もさぞ不快だったでしょう。宝刀はただ笑っている。ろしくは言葉を重ねて。先生はこれを機に、呉を去るお心でしょう。去るかもしれない。国外へ出て、 もし主君を選びになるとしたら、誰に使えますかもちろん、義の曹操さ。もし曹操のもとで彼に走って行かれてはたまらないと、ろしくは思っていた。で、一生たもから取り出して、慶州の玄徳にお使いなさい。必ず。 貴君を徴用しましょう。と極力玄徳の徳を称えて紹介状を渡した。早々 <laughs> <laughs> に救くと言ったのは戯れだよ。ちょっと君の心を測ってみたまでさ。それで安心しました。先生が玄徳を助けて、 そうそう打つ日が来れば、ごにとっても体型ですから。では、ご機嫌よう。おさらば二人は愛別れたが、なお、幾度も振り向き合った。